カリッと焼いた塩サバと爽やかな春菊が香るボリューム満点のフレッシュサラダ、焼きサバの香草サラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず塩サバは骨を除いて2センチ幅に切り、魚焼きグリルで両面をこんがりと焼きます。春菊は葉を摘み取り、紫玉ねぎは薄切りにします。きゅうりは縦半分に切ってから斜め薄切りにしましょう。一緒に冷水に浸し水気を切ります。ミニトマトはヘタを除き半分に切りましょう。ボウルに野菜、焼きサバ、混ぜ合わせた材料 A を入れてさっくりと混ぜれば出来上がりです。手間をかけずに華やかに仕上がるごちそうサラダですよ。ぜひお試しください。